レミ・カベッラは、フランス・アジャクシオ出身のサッカー選手。ポジションは MF。FC クラスのダール所属。レミ・カベラと表記されることもある。1990年3月8日、カベッラは、イタリア人の父とコルシカ人の母との間に、コルシカ島のアジャクシオで生を受ける。14歳の時、地元のクラブであるガゼレク・アジャクシオのユースチームに入団し、 U-19 のチームに所属時は U-19 のクラブとして全国優勝を果たしている。2004年にモンペリエ HSC の下部組織に入団した。2009年7月には3年間のプロ契約を結ぶ。しかし、9月の練習中に右膝の全十字人体断裂を経験し、このシーズンを棒に振ることとなった。 2010から2011怪我感知後の2010から11シーズンは AC アルルアビニョに1年間のレンタルで出された。復帰後2012年1月、カベッダは2016年までの契約延長を行った。その2ヶ月後の3月20日、モンペリエはクラブ史上初の快挙となるリーグアン制覇を果たした。2014年5月、カベッダは 今回にクラブを退団することを公表した。2014年7月13日、イングランドプレミアリーグのニューカッスルユナイテッドへと移籍した。契約期間は6年の長期契約となった。移籍金は約11億円とみられる。リーグデビュー戦は開幕節のマンチェスターシティ戦。彼自身はフル出場したものの得点を挙げられず、チームも0から2と敗戦している。 2015から2016、2015年8月19日、フロリアンとバンと入れ替わる形で、リーグアンのオリンピックマルセイユにレンタルした。2016から2017入札するサイドは、本人の意思を尊重し、レンタルを完全移籍へと変更した。このシーズンは、主力として活躍した。 2017から2018、2017年8月31日、1シーズンのみの期間で、エースサンテティエンヌへと加入した。9月10日のアンジェイスシース c 王戦で、サンテティエンヌデビューと初ゴールを記録したが、この試合は1から1と引き分けに終わった。2018から2019、2018年8月16日、レンタル遺跡から完全遺跡へと変わった。 2019から2020、2019年7月26日、FC クラスのダールへ移籍することで、クラブ間合意が発表された。メディカルチェックを経て、正式に移籍が成立する。フランス代表として、U、U-21 代表でプレーした。2014年6月7日、バイエルン・ミュンヘンに所属するフランス代表の、エース・フランク・リベリーとオリンピック・リオンに所属する。 クレマングルニエが負傷したことで 2014FIFA ワールドカップのフランス代表にサウサンプトンに所属するモルガン・シュネデルランと共に追加召集された。ありがとうございます。